はいみなさんこんにちは今日もパソコン周りの便利グッズこれをお話ししていきたいと思います今アマゾンの画面が見えています最近よく見かけるですねマグネット付き USB ケーブルというやつですこれを聞いたこともないという方もおられるでしょうがこれはケーブルに軽い磁力が帯びていまして どんなサイズに巻いてもケーブル帯というかマジックテープのようなものでケーブルがバラバラしないようにくくったりして持っていくことがありますよねまた持っていくことがなくっても自分のデスク周りでですね長くラーメンのように伸びていたら整理がなかなかつかない特に僕のような整理が苦手な人間はですね今までケーブルに困ってたんです ただしこれ他のメーカーを見てみるとですねちょっと下がってみますねはいこの辺にあるように1本1500円から2000円ぐらいどうしてもするんです今回これを見つけましてですね 1m50 の長さで2本付きで999円最大 240W の PD 高速充電にも対応しているんです まあ現実 240W ということはあまりないと思うんですけれどもよくこういうものって MAX100WPD 高速充電というのが今案外売られている全体的な商品ですけれども USB のスピード自身は USB2.0 の 480Mbps でデータ通信もまあできるんですけれども超高速というわけにはいきませんでもなんと これがですね、日本でクーポンが10%もついていたんです。ということは、約90円ですから、900円ぐらいで買えるということになるわけです。では、実際に実物を見てお話をしましょう。はい。こんなようなもんなんです。今、約10センチぐらいに巻いています。こっちは15センチぐらいに巻いていますよね。 この箱に2つ入ってやってきました。それでこれをこのようにピューッと伸ばします。はい。こうして使えるわけですね。で、端の方で余った分はこうやって巻いておけるわけです。そして自分の思う円周にですね、こうやってぐる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 巻き付けていくと、 はい、このように磁石の効果で小さくまとまって持ち運びなんかが便利になるということですこれ実際ですね何ワットぐらいで充電ができるのか試してみましょうはい準備をしましたまずはここを見ていただきましょうケーブルにも240ワットというふうに書かれているのでよく分かっていいですよねこれを iPad に。 してそしてここに準備したのはワット数がわかる PD 充電器ですじゃあさしてみましょう iPad を準備しましたそうしましてワット数が出る PD 充電器からこのように充電をしていますちょっと負荷がかかるように ソフトを立ち上げてみましょう例えばダヴィンチのソフトを立ち上げますこうすると今55ワット前後で充電がされています今度は YouTube などを見てみましょう僕のブリューのアップデートこれを見てみますはいみなさんこんにちは今日はブリューのお話をします皆さんブリューを使って 動画作り楽しんでいますかもうブリューもサムネの通りバージョン2.4というのにアップデートしましたこの2ト0えま年の7月にオリンピックがパリで始まったと同時ぐらいにアップデートされたわけです素晴らしいアップデートが今回されましたそれもなんとなんと全ユーダーが恩恵を受けるようなそんなアップデートです ブリューの解説もとってもたくさんの方に応援していただいている動画の一つです今画面に示しましたように1年3ヶ月ぐらい前に発表させていただいた動画ははいどうでしょうかまあ 240W というのはそんな給電を iPad 自身が受け付けませんが今見ていただいたように 100ワット前後で給電がちゃんとできています。ですから、このケーブル自身が曲がいもんじゃないということがわかったと思います。価格が今のところ1本ですね。450円ぐらいということですので、これ1メーター50でしたよね。半分に折ってみます。これ半分に折りました。これで75センチぐらいですね。はい、このように 折りましたのでこの iPad のところから見ていただいてもですね約三十数センチあることは4つ折りにして分かっていただけますので長さもちゃんと1.5メーターぐらいあるんではないかなと思います、まあ、そんなこと言わないでメジャーで測ればいいんですよねちょっとメジャー取ってきますはいメジャーを取ってきましたこちらの角に このように当てます、ね、はい、まあ、正確ではないですけれども 1m50 あるのが分かります長さも仕様通りちゃんと 1.5m あるということです今 YouTube の再生が終わったらですね 43W というふうになっています iPad の方ももう100%なんですよね はい、見えますでしょうか。100%になっているから、給電のパワーも落ちてるんだと思います。70%オフ、プラス10%オフクーポン。いつまでやるのかはわかりませんけれども、これはとってもいいですので、皆さんもぜひ検討してみてはいかがでしょうか。今日は USB ケーブルのマグネット付き、とっても巻きやすい ケーブルというのをご紹介しました。まったね。